like a phoenix, born from the ashes. I take care of. 写真拡大全3枚。ウエスタン中日 2-10 オリックス15日名古屋オリックス山岡大輔投手23が15日ウエスタン開幕の中日戦名古屋球場に先発。8回を7安打10三振1失点で白星スタートを導いた。自身初の開幕投手に向けた調整は順調で、29日の日本ハム戦札幌ドームでの W 開幕捕手に意欲を見せた。格が違った。最速147キロの直球がコースにビシバシと決まり、キレキレの変化球。新エース候補山岡がまずはウエスタン開幕戦で今季1勝目をつかんだ。悪くはない。走者が出た時の練習もできたし、打者とどう漕ぐよりセットポジションの確認、自分のボールの確認ができた。1回先頭の中日のドラフト1位根尾昇内野手大阪桐蔭高を3球三振打ち取った当たりで走者を許し、阿部の中前的自打で1点を失ったが、その後はホームを許さず力の差を見せつけた。次回は22日の阪神戦京セラに登板予定。開幕前最終調整となるが、もう大丈夫、結構いい感じで来ていると手応えバッチリだ。29日の日本ハム戦札幌ドームでは自身初の開幕投手を務める。一軍の開幕戦は2012年から7連敗中だが、一軍の開幕でもチームを勝たせる投球をしたい。7連敗中ですけど、そろそろ途切れるんじゃないです。金と W 開幕捕手に意欲を見せた。投手陣を引っ張る役割を託された副キャプテン。この右腕で負の連鎖をも断ち切り、開幕ダッシュを呼び込む。西垣の2台。